西武急線系電車、西武急線系電車、西武急線系電車は、1993年、平成5年から製造された、西武鉄道の通勤系電車。池袋線の4ドア車両による重量編成化を推進するため、1993年、平成5年から1999年、平成11年にかけて重量編成8本計80両が、 西部所沢車両工場にて製造された。なお、最終の9108編成は、同工場での最終新造車である。走行機器などは、基本的に廃車となった、901系の伝送品を再利用したもので、当初は、電動化無軸式抵抗制御方式であった。車体は先行して量産されていた新未線系と、ほぼ同仕様の普通構成とし、外反は、 黄色塗装であり、現時点で西武鉄道の通勤用車両の中で最後に製造された黄色い電車でもある。一方、内装は同時期に量産していた6000系と同等とした。端的に言えば901系の足回り、新2000系の車体、6000系の内装という車両である。省エネルギーの観点から2004年、平成16年度より2007年、 平成19年度までに全編成の制御装置を VVVF インバータ制御方式に更新した。新2000系との主な相違点を一家に示す。9107編成からは新生児より車両間転落防止ホルを設置したためつまめ窓がやや縮小された。なお転落防止ホルは後に全編成に設置された。 本系列においても2000系の一部編成と同様に、種別、行き先表示機字幕の交換が9101編成を、皮切りに2008年、平成20年6月14日、ダイヤ改正までに全社へ施行された。なお、幕交換後も、本来乗り入れることのない、新木場、和光市などの地下鉄線膜が存在する。全面スカートは9101.9102。 編成では電気連結器のある新2000系と同一仕様のため連結器部の切り欠きが大きいが9103編成以降は切り欠きが小さい本系列専用タイプとなった。車内は当時量産が開始されていた6000系で採用された仕様を取り入れた。室内はハーレクイーンと呼ばれる柄模様入りクリーム色系統の化粧板を使用した。床材は 薄茶色系で、出入り後部は滑り止め付きとした。座席モケットは、新二線系と同じく朱色系であるが、新たに区分柄を取り入れたものとした。なお、優先席部は薄い緑色の座席モケットである。座面はバケット型シートであるが、9103階のみ、ロングシートである。座席端部は、ステンレスパイプで仕切る構造とした。 客用ドアの室内側はステンレスのヘアライン仕上げとした。ドアガラスは9106編成までは単板ガラス、9107編成以降は複層ガラス構造である。なお、連結面貫通扉も同様にステンレスのヘアライン仕上げである。吊り革は白色系の丸型である。優先席部のものはオレンジ色品へ交換されている。また、2005年、 平成17年度より、客用、ドア上部線路方向への釣り川増設工事が9101.91049108、編成に施行され、その後全編成に施行された。本形式では、車内の2箇所、モハ9200系、モハ9900系に車椅子スペースを設置しており、同スペース部側窓は、固定窓とし安全手すりと、対話式非常通報装置を搭載する。 サービス機器は6000系で採用した各客用、ドア上部への LED 式車内案内表示器、ドアチャイム、自動放送装置のほか、各社に乗務員と、相互通話可能な非常通報装置ならに、中波体、AAM ラジオ放送再送信用アンテナを搭載する。冷房装置は、能力 48.84kW42000kcal。 H の CU7 通り型集中式冷房装置を搭載し、室温はマイクロコンピュータにより自動制御される。乗務員室は正面非常貫通構造であり、室内は薄緑色の配色としている。乗務員室背面には、車高膜を設置した小窓、仕切り扉窓、小窓で客室と仕切られる。運転台は着座位置左側に主管制御機を 右側にブレーキハンドルを配し、上部には故障などをガイダンス表示するモニタ装置を設置する。本校では製造当初の機器について解説を行う。制御装置は日立製作所製の電動カム軸式、抵抗制御装置、MM C、MMCHTB-20E 型 1C8M 制御。主電動機は出力 150kW の直流電動機。 いずれも、9 0 1 k からの再利用品である。またブレーキ装置も 101K から、そもそも即ブレーキ機能を外した、発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキとし、新たに滑走防止装置を搭載する。台車も流用品の FS372FS072 型とし、軸箱指示は、ペデスタル方式、基礎ブレーキは両、抱き式踏み面ブレーキ、クラスプブレーキ構造である。 補機類はメンテナンスなどを考慮して新製品を使用しており、補助電源装置には東洋電気製造性の150区場、出力静止系インバータを採用し、編成で3大搭載とした。故障時に備えて上長化が考慮され、6000系同様に自動自給電装置を搭載する。空気圧縮機は6000系と同系の低騒音系。 レシプロ式の HS-20 から4型を搭載する。終電装置は新品で電磁鍵外し付きの PT-4320SBM 型とし、M1.34.5 社、模波9200.9500-9600.9800の各形式の反応よりに搭載し、編成全体で母線引き同士を行っている。なお、 最終編成の9108編成は、落成時より、シングルアーム式の PT-7116A 型を採用した。製造方法は、自社の西部所沢車両工場、現在廃止の製造能力から、当初は4両編成で落成し鞘山線で運用。数ヶ月後に、中間車6両を製造して10両編成で、本線系統での運用に移行する方式が、 採用差、以下の配置となった。しかし1998年、平成10年3月26日の池袋線と、帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄有楽町線との相互、直通運転開始に伴う、ダイヤ改正により、9101から9104、編成が池袋線に転出したものの、翌4月9101.91039104。 の各編成は新宿線に再提出。同年11月には池袋線の6000系を A 団直通使用者に統一する車両移動を行う際に9104編成が再度池袋線に移動し、その後新宿線に残った2本も2万系の登場により再度池袋線に移動した。2016年平成28年現在は全編成が 武蔵川岡車両基地に所属し、池袋線で運用されており、早朝の小手差し始発の各駅停車反応業、と休日朝の西部急場前始発の各駅停車西所沢業、と休日夕方の所沢始発各駅停車、西部急場前後を除いて、優等列車のみで使用されている。本系列の車体自体は新しいが、冷房装置、補助電源装置等を除いた、 主要電装品は 901K からの流用であり、また抵抗制御方式のままでは今後のメンテナンス費用の増加や予備部品確保の難しさの問題点が指摘された。また、運転性能的には現状のままでも問題はないが、社会的な環境対策による省エネルギー化の観点からより電力消費量の減少が必要とされるようになった。このようなことから、 車体の残存寿命を考慮しても、改造後の電力消費量やメンテナンス費用の減少などから10分に投資が回収できる見通しが立ったため VVVF インバータ制御方式への改造を施行すことが決定された。改造内容はコストを極力抑えるために、小コストか省エネ化を図れるものに限定し、その他の機器の改造は行わず、また、 改造内容は必要最低限ものとした。さらに機器は予備品の共通化などの目的から2万系、1万系五次車と極力同系のものを採用した。2003年、平成15年度から2007年、平成19年度にかけて全編成に以下の工事を施行した。本節では2008年、平成20年1月までに施行された順に解説する。 これ以後の改造は、東急車両製造横浜製作所での試行に変更となり、公衆車両輸送での入り出場となった。その際には制御車の連結機を、並形自動連結機への交換と、スカートが取り外された。6000系アルミ車、6151から6155、編成とともに、順次全編成で飛袋窓間に封鎖改造が行われた。これは、 広告収入の増加を狙ったものである。また、2014年10月以降から、武蔵川岡車両研修場を出場した編成から、全面貫通扉の省エネステッカーを省略している。京浜急行電鉄が、新線系線57編成の車体塗装を、黄色を基調とした、京急イエローハッピー、トレーンとして2014年5月1日に運行を、開始したところ、 多くの乗客から西武鉄道の車両に似ているという声があった。そこで、京急が西武にコラボレーション企画を持ちかけたことから、西武では9103編成をレッドラッキートレーンとして京急風の層に変更し、2014年7月19日の臨時列車から運行を開始した。2013年12月に退役した3000系3015編成。 エルトレインの公認として、9108編成の塗装を埼玉西部ライオンズの球団色、レジェンドブルーに変更の上、ライオンズの球団ロゴをラッピング。2016年1月17日運行開始、2019年3月頃まで運行予定。キャリーパメパメのメジャーデビュー5周年を記念し、9101編成の塗装をピンクにして、 車内外にラッピングを行った。2016年6月4日の臨時列車から運行を開始、池袋線と新宿線で運行され、同年9月29日運行終了。同編成はその後ラッピングが剥がされ、同年10月3日からはピンク塗装一色で運行されていたが、2018年3月に横勢へ向けて廃車改装されている。 西武トレインフェスティバル2017イン横瀬開催の公式ニュースリリース内に2017年度から廃車が開始される旨が記載されており同年10月30日に9106編成が横瀬車両基地へ改装後989106389406389706もは9806もは9906 区波9006の6両については、上京の西部トレインフェスティバルにおいて展示され、区波については連結された状態で展示、それ以外の4両については、車両側面への寄せ書きが可能な、9000系廃車車両側面への寄せ書きコーナーとして、それぞれ展示された。その後2018年4月までに9107編成、9101編成が廃車となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。